どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、パパタラです。ということで今回なんですけども、さすがレジェンドブルンタンゴ、 IA バッジをどんな服にでも一瞬でつけてしまう方法です。現時点までは放置で除外や、また後からカスタムしかできなかったので、あまり好きなコスチュームに全部につけることができないっていうね、障害がありました。なんですけども、新しい手順でめちゃくちゃ簡単に、しかもどんな服にでもつけられると。まずこのエージェント ULP の IAA のね、ジョブトリガーがある場所に行ってください。今までのやり方で IAA バッジを入手しても、後から洋服屋で着ると消えてしまうようなコスチューム、例えばエイリアンのコスチュームとか、こういったものをね、着用しておきます。でまず、ジョブプレイリスト作成で、次に、スタントレース追加をしてください。これ自分で作る必要があります。で今度はスタントの45度とかを使います。これ決定を押してください。そうするとプレイリストのジョブのところにスタント45度が1個追加されましたので、キャンセルします。そしたら今度はプレイリストをセーブで、ここで決定を押す。あとは自分が分かりやすいように何か文字を入れてください。 IAA とかでもいいし、まあ、イニシャルとかでもいいし、まあ、好きな文字でもいいです。今回 PPPP って適当にやりました。分かりやすくしました。でセーブ、アップロードします。こうすることでプレイリストからいつでも開始できるようになっています。マイプレイリストの PPPP っていうところを開けるような状態になります。では IA バッジを今までのやり方で入手して、洋服屋に行くと消えてしまうようなつなぎとか、こういったコスチュームですね、また今までつけることできなかっただろうと言われているようなコスチューム、まあ、ほぼ何でもいけるとは思うんですけど、まあ、それを着た状態でこの黄色い輪っか ULP のジョブを開始できる状態、左上に文字が出ている状態のところからオプションでジョブ、プレイリストで、マイプレイリストで、先ほど作った PPPP を開始で、確認画面でここでですね、決定ボタンを押した瞬間に右十字キー連打を押してください。ここで決定を押した瞬間に右十字キーをトン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 と押しておきます。そうするとこのプレイリストっていうのはスタントレースになってたはずなんですが、左上の文字がバグって ULP、長方というふうになってます。混ざってる状態ですね。でこのまま設定は特に変えずに設定完了で、このままジョブを起動していきます。プレイです。すると普通はスタントレースなんですけれども、ここで車とか選ぶような状態になるかなとは思うんですが、ここでエージェント ULP のジョブの、ロビーというかね、コスチュームの選択画面みたいになってれば OK です。これね、もしなってない場合はもう一度やり直してみてください。でここで準備完了の決定をします。そうすると IAA の、諜報員として、ムービーが流れます。この時普段つけることができないコスチュームに IA のバッジをぶら下げていたらもうほぼ成功です。もうあとは保存手順なんてのはめちゃくちゃ簡単なので、このままミッションを開始してください。ミッションを開始するとですね、例えば自分のアパート、まあ、どこでもいいと思うんですけど、10台ガレージ付きのアパートとかであればクローゼットがね、多分ついてると思います、まあ、そういったねアパートに向かってください。オプレッサーマーク2とか出してあった場合は、このミッションではオプレッサーマーク2多分使えなかったかなと思うので、まあ、消えてると思いますので、個人車両でもいいし、まあ、エージェント ULP の車両を使ってもいいです。このまま、死なずに安全にこのままアパートに向かいます。まあ、近くのね、安い2、30万のところでもいいし、まあ、自分で持ってるところとにかく向かえば OK です。でこのミッション中にアパートに入ることができるので、もうあとはね簡単です。アパートの中に入ってクローゼットのところに行き、上書き保存でセーブをかけると。で、コスチュームの保存とか初心者さん向けにちょっとね、詳しくね、ちょっとゆっくり説明していきます。まずコスチュームっていうのは20個保存できます。で今着ているコスチュームのまま何かを着用しちゃうとこれ消えてしまいますので、着用せずに見るだけという方法を見せます。所有するアパートに行って保存するだけ。右十字キーを押す。コスチューム保存を決定で、これ見てる状態です。で4番目のところに上書きしたいなと思ったらキャンセルして、今度は四角を押して、
で4番目のところで決定すると上書きされるということです。まず最初に見るだけでどこに上書きするか決めて、でキャンセルして四角で保存ということですね。で保存させたらですね、このまま、クリアでもいいと思うんですが、ジョブをね退出してください。携帯から、真ん中四角決定です。するとジョブをやめたことになります。で到着した時にコスチューム、あれ IA ついてないじゃんって思うかもしれないんですが、スタイルで今保存したところを確認してください。そうするとついている状態になります。これでね入手できていると。ただしこれジョブを退出してますので、めちゃくちゃ繰り返すと負け犬になる可能性あるので注意してください。では続いてつなぎですね。こういったものにも IAA はねつけづらいと言われていた、考えられていたものなんですけど、簡単に同じ方法でやります。黄色いマーカーの上で左上に文字が出る状態でプレイリスト、先ほど作ったスタント45を開始、決定をした瞬間右十字キー連打ですね。でロビーに行った時にスタントのように見えて左上に文字が ULP 長方と出ている。で開始する、つなぎの上から IA バッジをつけていれば成功です。このままムービーをね、見続けます。もしも、この時ですね車両選択画面、行くことほぼないと思うんですけど、行っちゃった場合はですね、多分ね、開始した時の右十字キーが遅すぎるということなので、ほぼ同時ぐらいで押しててもいいのかもしれません。右十字キーとにかくね決定をした瞬間連打してください。これがちゃんと右十字キー効いてないと、プレイリストを開始した時に裏でエージェント ULP のミッションが開始できていないということです。なので現状ですね、今まで15分ぐらい放置してやっと除外されて違うセッション行ったらついてたみたいなね手順だったと思うんですけど、これめちゃくちゃ早いんで、2、3分ぐらいで十分できるかなと思います。最短で2分ぐらいできちゃうんじゃないかなと思います。めちゃくちゃ簡単なんで、こちらのね、コスチュームグリッチにね当たるのかなとは思うんですけれども、これぐらいでねキャラが消えるとか、修正受けるとかバンされるってことはまずありえませんので、コスチュームグリッチぐらいはね、これぐらいは手を出してもいいんじゃないかなということで、メインチャンネルでの案内です。めちゃくちゃ簡単になってるので、手に入れることができない IA バッジ、大型アップデート以降超簡単に、そしてレジェンドブルーンタンゴが発見した方法でした。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。